もしかしてパソコンの音が入ってない？もしかして入ってないっぽい。なんでだろう。あー、その設定マジか。OBS に入ってないのか。なんでだろう。今まだ打ちたくない。なんでだ。いや、MTJ の音自体は自分には聞こえてるけど、OBS に載ってない。理由がわからない。なんでなんだ。デスクトップ音声わかんないな。あ、これ音入ってる。いや、入ってなさそう。怪しいなら入ってるか。はい。クリーチャー一体をタップしても予想したのは確か人間で、はい。ダブルブロックしろ。しろってなかった。なんで乗らないんだろう。ああ、はい。原因がわかんないな。これなんでだろう、マジで。音自体は出てるんだよな。これいけた？いけた。ああ、よかった。ああ、ビーター待ち。相手とチャンプブロックにしたのか。もう一発突っ込むと3点しか取らない。
さんの方ブロックしてる。タップして出しておくって、ダブルときにタップしてるか。そこをつけて殴ってくるかな。警戒進めないか。アーティファクトを破壊、強い強い。めっちゃ強いじゃん。強すぎて笑ったこの上。こっから負けるってことはほぼほぼないんじゃないかな。マイクの音ずっとおかしかった。これハーコンに罠でしょつけるの。はい、強っ。最初音出なかったのがマジでなければ。単色強いね。色事故しないってやっぱ強いわ。目安そうだな。あ、てかこれあれか、 OBS の設定いじってるときバックグラウンドでコピー入れる設定にしてないから、最小化状態でもでいいのかな。バックグラウンドとは別かな。もういいか、これでやってみるか。2マナ、やっぱ3マナないと気がするけど、キープ。もうなん、とりあえずもうキープ。色事故しないから、もうちょっと中で探しに行ってもいいのかな。普通に。なんかここに4マナこんだけあるんだから引くだろみたいな感覚なんだけど。4マナ、1、2、3、4、5枚のうちの3枚が出てる気がするから。ああ、土地が来ない。土地来ないのは辛い。走ろう。あ、え、どうだろう。これ難しいな。いや、いいか。絶対に殴れるときに殴ろう。バージョンかどうか。ああ、打点下げるよって。マジか。笑うわ、それは。カード1枚に2枚使わせたって言ったけど。はいはい、そいつ欲しいんだよね、強いから。白いあいつだ。ここ2増えるから3だっけ。2増えるから3、2だからね。2枚カード使わせたけど3、2だから。カード1枚にカード3枚交換してるから1、3交換だからかなり強いんじゃないかな。はい、それ。ああ、悲しすぎる。なんだそれ。ルーティングするか。はいはい。
あ、いや、あ、装備今1で付け替えればよかったな。重なってて分かんなかったわ。アタックフェーズに入った瞬間に気づけばよかった。攻撃選択いく直前に付け替えるタイミングがあったから、もったいないことしたの。3点分損してるから、また1球だったらいいみたいな。2点。2マナ、5マナあって2マナで落として3で出してっていうのができないから、トラブルつけるのいいかな。2段攻撃だとチャンプブロック、あ、でもトランプルでも変わんないか。こいつ人間じゃないよ、カエル。ドワーフですらなかった、カエルだったわ。てかこれ、あ、これで白出てきた。あ、相手、あ、これ殴るときもルーティングできるの。鬼じゃん。いや、しない。出たときだけだと思ってた。そこトランプルだけど、さっきの3点入ってたら相手さんだから、次飛行で殴って勝ちだったんだけど、あ、てかこれ打って勝ちだったんだけど、あ、てか、え、5マナあるから3マナ2マナで5点6点4 2で6点代わり飛んで勝ちか。回復なければ殴るまでもなかったな。ミス多いのに引きだけで勝ってる感すごい。手札めっちゃ光ってる。読んでやるか。これなんだろう。まず打って、顔に打って。二点顔に打って。いやー、簡単に勝てるな、赤た。ダメージ計算は間違いわけで、算数の練習、算数のトレーニングにちょうどいいじゃん。すごい、2試合やって14分。ドラフト、意外と長引くイメージあるけど、1試合。早いね。労働とこういう、まあ、自分の時間入れて、2試合やって15分経ってないから。あ、かなり強いな、このハンド。2、3、4、みたいな。しかも相手はあんまりだから。はい、はい。おー。やっぱちょっと4マナ多いね。重たく感じるから、土地。ああ、まあでも土地は17だよな。18はさすがに土地多すぎるから。今なんか土地16枚でいいとか言ってます。はい、どうぞ。これは打つかな。呪文の対象だっけ。能力の対象で2点は与えられないのか。
難しいな。いや、まあでもこれにはさすがに使ってくんないか、ここ見えてると。相手のアクション潰せって意味では、これやるのよかったかも。これ出したら絶対撃つと思うんだよな、この3点。おぉ速攻読みいいじゃん。昆虫で使おうと思ったやつ。2点撃ち落としたか。殴り合いしよう。うわ、殴り合いがしたいんだ。次あれかもな、ダブルブロックからひねってもいいかも。あ、でもダブルブロックしたら3点打ってくるから。アンプだけして、ダブルブロックで3点使わせてひねってとかでもよかったのかな。ああ、はいはいはい。そしたらまた5点突っ込めばいいから。相手はって感じでしょ。これは置くか。5枚は欲しいな、やっぱ。6、7枚目からいらないかなって感じかな。おお。ひねって5で、自分のターン来てひねって4で、一徹4点があるから勝ちなんだよね、これ。かなり強い、マジで。途中毎ターン置いてるから、6ターン目にゲームエンドだもん。それは甘いじゃないか。アーティファクト除去とかあった瞬間、負け確定のアタックだけど、それ。手札に火力なくても、なんか、こっち側の自分、なんだろう。そのアタックを相手の上に広げちゃう気がする。いやー、強かった。2点打っといたことで、ダメージ足りた。2ターン目に。3-0 はいいね。調子いいね。やっぱ単色強いわ。そしたらじゃあ、20分くらい経ったのかな。これで、一旦区切ろう。